今とか昔と今を比べて。はいはいはい、いや変わった変わった。うん、そう、どうね、うん、最初は、うん、もっと、うん、ちゃんとしてると思う僕、ね、真面目に見せるの得意だからね。そう、ま、僕もさ、あの、何二人だから行儀悪いことするけど、うん、外だったら絶対あんな装い方しないもん。そう、真面目系、真面目きっちりしてるいいやつ、いい人というかその規律の守れる人みたいなね。すごい振る舞い、立ち振る舞いはね、全部真面目に見えるんだけど。そりゃそうよ。でもよくよく見てると、そう、70% くらいしか見てないとわかんないけど、うん、そうね、それを超えてくるとアラがね、あら見えてきた。手抜くとこはちゃんと抜く同じ穴の虫なっていう。いや、そう、あれこいつも同じやなった。でもね、僕はね、うん、なんだっけ、田住さんと話した時に言ったんだけど、うん、2時3時で一番成長したライバーはクズハだと思いますって話したじゃん。何それ覚えてない？なんか一番近くにいるからひいき目は若干あるかもしれないけど、うん、成長一番したなって。大人なったわ。なんかね、いや大人なった、マジで。最初からこうだった。だってほら、最近のもちさんと話す時もあったじゃん。何、あの、お前変わったなって。なんだっけな、ちょっと内容が言えないからあれだけど、はいはいはい、これやろう、これこれみたいな時に、あ、お前変わったなみたいな、はいはいはい、ああいう意味での成長、なエンターテイナーとしての成長っていうか、いや恥ずかしがってできなかった部分をどんどんこうファンのためとかにやるようになってるなって思うけど、こういうこと言うとほら、もう全然喋れなくなるよ。いや、いやでもそういう意味では成長、成長、まあでも成長でね、レベルアップした。じゃあ俺は、うん、じゃあそんなね、綺麗事でやってるわけじゃないです。お金をくれるから、うん、まあ俺もたまには身を切らなきゃなっていうので選択肢を増やしてるだけであって、うん、みんなが金くれなかったら知名度とか金を得られなかったらこうはなってない。え、じゃあちょっと一個暴露していい？え、何？カナエ調べによると、最近まあ二人で収録したことがありまして、で、あのこれ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 みたいな話があった時に、クズハがね、その何、まあのファンサービスっていう意味では全然そこにお金が入んなくてもファンサービスって意味ではいいかなみたいなニュアンスのことを言ってたんですよ。これは別に、うん、みんな思ってじゃなく、うん、別のところで回収します。あ、まあ言ったね、そのこと。入らなくてもそのファンサービスの一個のコンテンツとしてね。そう、入んなくてもそこで 俺に金が入んなくても、うん、実際俺はファンのためにはやんないから何にも。うん、まあ何にもではないけど。あ、じゃあたまたま俺がしたことがファンの何だろう、喜びというか利益になってる、まあ、たまたまだけでも、うん、なんかグッズとかでも、はいはいはい、まあ、別にそこで金が入らなくても一旦そこで満足度を補充してもらってで他のところで金をもらう、何だろうな、いただけるべくとこでいただくと。そう、お互いの印象じゃなくてクロノワールってユニットとしての印象みたいな。結構ね、あの入り込んだ話だけど、はい、ユニットっていうもの、まあ、さっきも採用、俺さんも浦島坂田先さんもそう、はいはいはい、ユニットってものは、うん、補い合えるからいいなって思ってて、うんうんうん、ですごいいろんな人を見てたけど、うん、う結局ね、カナエの適性が一番高かった、今まで見てたけど。ああ、自分がもし一緒にやってく、うん、とした時に、そう、多分カナエは誰とでも、まあ、ピースとして合わされる、まあ、パズルのやつね。そうそうそう、はいはいはい、そうだね、能力値がかなり高い、ね、何に関しても立ってよ、みんな、まあ、一番やりやすいというかシナジーがあったと。うん、シナジーとまではいかなくてもシナジーとまでいかなかったらな、いかなくても、うん、いや十分よ。
適性があるかどうかって。知ってますか？アクリルスタンドの下がパズルのピースになってるの。僕は誰とでもつながるピースになってるけど、クズハの台座は僕の方にしか伸びてなくて、他の人とは繋がんなくなった。俺のピースがね、ちょっと全然合致するやつが少ないってやつ。あれいいなと思った。うん、解釈一致だった。うん、なんか確かにって思った。この話なんか前も聞いたな。クズハから。うん、1年、半年前ぐらいかな。半年経ってもやっぱ適正だな、能力値。